富士フィルムからスマホ用のミニプリンターインスタックスミニリンク2が発表されました。新たに AR 技術を使って空間上に絵や文字を描く機能を搭載した注目モデル。その他にも様々な機能が追加され、より使いやすくなっているようです。早速、どんなフォトプリンターなのか詳しく見ていきましょう。デザインについて。サイズは 91.9×36.4×124.8mm で、重さは 210g。コンパクトサイズで、バッグの中に入れて持ち歩けます。また、カラーはソフトピンク、クレイホワイト、スペースブルーの3色を用意。従来モデルと縦縞のデザインは変わっていませんが、縦縞の幅がやや広くなっているようです。全体的に丸みがあって、可愛らしい、親しみのあるデザインです。エンタメ機能について、リンク2はスマホの写真をプリントするだけでなく、専用アプリを利用して様々なエンターテイメント機能が利用できます。例えば、インスタックスや機能ではリンク2をペン代わりにして、空間上に文字や絵を描くことができます。やり方は簡単で、本体の上部にあるフィーチャーボタンを押し、あとはスマホ画面に向かってリンク2を動かすだけです。描き終わった後は画面上に描いた線がそのままアプリ画面に残っています。また空間に線を描いている様子を最大15秒の動画で保存することができ、QR コードでプリントして SNS などで共有することもできます。なお、アプリ画面上でタッチして直接絵や文字を描くこともできます。また、シャボン玉や花びら、スプレーなど5つの描画ツールも用意。アプリの中で描いた線やフレーム、絵文字と組み合わせて、ユニークな写真に仕上げることができます。マッチテスト。マッチテストは、相手との相性が、パーセンテージでわかる相性診断機能です。やり方は簡単で、相手と一緒にアプリ画面に移り、それぞれ気に入った色を選択。その後少し経った後に、相手との相性を表すパーセンテージが画面上に表示されます。撮影機能について。本体を撮影用のリモコンとして使う、インスタックス。カメラ機能も利用できます。やり方は簡単で、ズームインしたい時には、リンク2本体を下に向けます。逆にズームアウトしたい時には、本体を上に向けます。また、リンク2本体の電源ボタンを押すことで、シャッターを切ることが可能です。リンク2の出力部を、下に傾けて電源ボタンを押すことで、同じ写真を複数枚プリントできます。印刷機能について。リンク2は、スマホで撮影した動画を取り込んで、ベストなシーンを選んでプリントする。ビデオプリント機能が利用できます。また、富士フィルム製カメラから、直接専用アプリ、富士フィルム、カメラリモートに画像データを転送して、プリントすることもできます。なお、富士フィルムのミラーレスカメラ、富士フィルム、X10 は、カメラからリンク2へ、直接画像を送信することができます。その他の特徴。ノートなどに描いた絵や文字を、リンク2で撮影し、それを切り抜いて装飾し、他の画像に貼り付けることができます。また、写真をユニークに見せる豊富なフレームを用意。
柔らかい風合いのナチュラルモードと色鮮やかなリッチモードも利用できます。まとめ、インク2は AR を利用した機能や相性診断などより楽しく使える機能を備えていました。また本体を撮影用のリモコンにできたり、スマホ動画を取り込んでプリントできるなど斬新な機能も備えていました。これなら今まで以上に楽しく撮影できて、より個性的な写真が作れそうですね。インスタックスミニリンク2は7月28日に発売予定。気になる人はリンク先からさらに詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日はここまで。また次回会いましょう。